こんばんばはスピリチュアル研究家の楓です。ツインレイと出会うと2人の間にはシンクロニシティとも呼ばれる現象が起こることをご存知でしょうかこの現象はツインレイの2人にとっては日常的によく起こる現象です。そんなシンクロにはどんな特徴があるのか気になっている方もいると思います。この動画では ツインレイとのシンクロの特徴はもちろんシンクロできる理由などについて詳しく解説していくのでぜひ参考にしてくださいツインレイとのシンクロの特徴皆さんにまず知ってほしいのがツインレイとのシンクロの特徴についてですツインレイとのシンクロにはツインレイの間にしか起こらない特徴があると言われています この特徴をあらかじめ知っておくことでいざツインレイとの間にシンクロが起きた時これがシンクロかと感じることができるはずツインレイとのシンクロが起こることには意味があるため気づくことはとっても大切なことなんですよ相手のことを考えていたら連絡が来るツインレイというのは 同じ魂を持つ魂の片割れといった存在です。互いが同じ魂を持っているためつながりがとても深い関係であることがツインレイの特徴といえます。そんなツインレイの2人の間に起こるシンクロでよくあるのが相手のことを考えていたら相手から連絡が来るということ。例えばあなたが彼に連絡しようかなからと。 ぼんやり頭の中で考えているとまさかのタイミングで彼から連絡が来て驚いたなんてことがあると思いますツインレイというのは魂のレベルを上げることによりテレパシーで頭の中で考えていることがつながりやすいと言われているため同じ行動をとることがよくあるのだそうです根拠はなくても相手の感情や考えていることが理解できる ツインレイのシンクロを物語る上で大切なのが根拠はないけどなんとなく相手が考えていることがわかるということなんです根拠がないと本当にシンクロしているかなんてわからないのではと感じた方もいるかもしれませんがツインレイというつながりは魂のつながりを持っているスピリチュアルな存在ですだからこそ根拠がなくて当たり前と言えるはず ですからツインレイと出会ってから今までに感じたことのないような経験や相手の感情が頭の中に浮かんでくるといった体験はシンクロといえますシンクロのことを難しく感じてしまうとキリがないので偶然がよく重なるだからと気楽に考えてもいいかもしれませんね先ほどツインレイとのシンクロの特徴について紹介をしてきました ツイインンレととのシンクロはとても分かりやすく、相手の考えが頭の中に浮かんでくるといった不思議な体験をすることが多くなります根拠はないかもしれませんが今まで抱かなかった特別な感情や不思議な体験をしているのであれば相手は本物のツインレイと考えられるのではないでしょうかでは根拠がないと言われてもどうして ツインレイとシンクロのするのかが気になる、と感じている方は多いと思います。ここからはツインレイとシンクロする理由について紹介します。ツインレイが互いを強く認識するため、この動画の中でも少し話しているように、ツインレイと出会うと今までに感じたことのないような特別な感情を抱く。 こととがあると言われていますツインレイというのは究極の魂に双子とも呼ばれる存在であるためツインレイ同士が出会うと互いのことをすごく認識するのですだから先ほど言ったように偶然のタイミングが重なる現象が起こりますそれこそ彼のことを考えていたら彼から連絡が来たというのも 互いいのこことを強く認識してるるから起こる現象なんですよツインレイ」をシンクロで見つける方法シンクロを感じるためにまず大切なのが相手のことを強く思う気持ちですシンクロの特徴で紹介した内容に自分が考えていたことと相手が考えていたことが同じだったというエピソードがありましたよねこんなな風にあなたが 相手のことを強く思うことでその気持ちは相手にテレパシーで伝わるんですですからシンクロを起こしたい感じ取ってみたいと思っている方は相手のことを強く思うことが必要になりますただここで大切なのが常に相手の幸せを願う気持ちを持つことです自分が幸せになりたいから自分が統合したいから 相手のこと考えるのではなく相手の幸せを一番に考えるようになりましょう自分の内面と向き合うことでスピリチュアルを開花させるツインレイの2人にとってかなり大切になるのが自分自身の内面と向き合うことです例えば誰しも短所や長所があって嫌だと感じている部分もあると思いますコンプレックスなんかを持っていると あまり向き合いたくないなと感じる人もいると思うのですがしっかり自分の内面と向き合うことは大切なんです嫌な部分も受け入れて個性だと愛せるようになるとスピリチュアルな能力が開花してくると言われています特にツインレイとして生まれてきているのであればより自分と向き合うことでスピリチュアルな能力が開花するんですよですから。 ツインレイとシンクロを感じたいと思っている人ほど自分自身と向き合うことが必要になります日常に感じる些細な感覚も大事にするツインレイとのシンクロを感じる上でとっても大切なことがありますそれは日常生活で感じる些細な感覚も大事にすることですこの動画の中でも紹介したように 根拠はなくても、相手の感情が伝わったと感じることって大事になります。これは自分の感覚や直感を大切にしていないと感じることが難しいと言われているのですですから日常に感じる些細な感覚を大切にすることでツインデイとの間に起きるシンクロも理解できるようになるんですよ以上いかがでしたでしょうか 皆様のご意見ご感想どしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。